雑貨屋さん、うん、に来ています。このね、雑貨屋さんで3分間チャレンジ、はい、3分です。3分です、今日は5分はちょっとね、はい、長いので、はい、3分にします。はい、で、さーっとね、一周どんなものがあるのかだけさっき見たのでね、さすがに初めて来たところで3分だとかわいそうなので一応一周ね、どんなものがあるのかだけ見ました。はい、はい、じゃあそれを元にね、やっていきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっと始めましょうか。いきます。はい、よーい、スタート。これがね、かわいいなと思って。好きそう。これを1個購入したいと思います。はい、どうしようって感じですよね。あんま考えてなかった。3分だよ、でもやばいよ。ちょっとこれ欲しいな。そう、可愛くない？これ、うん、どうしよう、これ買っていいかな。うん、買い放題だもんね。うん、そう、買い放題、3分だよ。時間大丈夫？あと1分40秒1分40秒。シャンメイクもこれ作っちゃいました。シャンメイク何かありますか？1分15秒でスタート。セザンヌ。やばいよ、しーちゃん。あ、もう50秒だよ、あと50秒。あと25秒です。はい、3、2、1。終了。終了いたしました。はい。ということで3つですね。3つですね。まあ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 、どうですか？でも全然いいです。まあいいよね、そりゃね。目がもうめっちゃいいですからね。じゃあお会計いく。ということで帰ってきました。ということでバリバリ日にち違いますけどね。洋服が、髪型が。ということで、はい、3分間チャレンジやってきてね、買ってきたものを今からね紹介していきたいと思います。はい、で私コスメコーナーうろうろしてましたね。そうね。全然お店見れなかった。やっぱ3分は短い。短いね。はい、コスメをね、この3点買ってきます。あ、あれ、あ、そう、3点買ってきましたね。はい、まず1つ目が、うん、この涙袋の、はい、これ持ってたやつと違うの？二重。これね、3種類あって、うん、なんか前持ってなかったっけ。今このね2種類を持ってたんですよ。うん、で3種類これあって、うん、これだけ持ってなかったのね。あ、全3種類のうち2種類は持ってたんだ。持ってたんだけど、これだけ持ってなかった。1種類だけ持ってなくて。なるほど。
それで買いました。だからコンプリート、よく使ってるやつなの？そう、ずっと使ってる。これは涙袋。涙袋と二重。あー、二重ね。あの細い線が描けるやつね。そう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 。なるほど。新しく買った色は何色なの？これはね、1002番、1200番、シアーラベンダー。3番でしょ。何1200番ってそんなに1000色もあるの？違いました先生、これお金でした。1200番です。大丈夫しおちゃん。はい、間違えました。3番のシアーラベンダーっていう色ですね。紫だね、やっぱり。はい、じゃあちょっと開けてみよう。ほら、肌色とピンクっぽいじゃん。肌色ピンク、肌色ピンク、まあラベンダーっぽい色なんだ。3色なんだね。ね、かわいいラベンダー。うん、こんな感じで、ここがね、ラベンダー色。本当だ。今日の洋服に合うんじゃん。今日の洋服ラベンダー。かわいいこれ。こんな感じ？色は？全然見えないと思う。あ、見えないね。うっすら。うっすらなんか。ラベンダー。ラベンダー。うっすらの方が使いやすい。使いやすいよね。あんまりがっつりラベンダー色ついちゃうとね。ね。これで3着コンプリート。本当だ。揃いましたね。はい、はい。ペンの方はどんな感じなの？あ、ペンはね、うん、一緒。あ、ペンは一緒なんだ。シュシュシュ。あ、でも、うん、やっぱね、新品はいいね。線。この線で真ん中が新品。うん、で、両端が1番と2番。うん。1番がもう書けないのか、ほとんど。だよね、1番がもうほとんど。もう使い込んで。うん。色は一緒なんだね、全部ね。うん、ペンはね、ペンの方は。いいでしょ。これはね、ママから奪ったやつ。そうだよね、ママ奪われてるね。あ、ママとしーちゃん買ったやつ違かったな、色。え、違かった。あ、そうなんだ。だそうです。2つ目が輝きだけのせるっていうキャンメイクのアイシャドウですね。でもラメな感じ、両方ともラメみたいな。可愛くない？めっちゃ可愛いと思って。じゃあそれ混ぜてみましょう。ということで、こんな感じの、はい、感じで、めっちゃ可愛くない？2種類のラメってさ、うん、なんかこう見るとこっちが、こっちが小粒、うん、あの右側、うん、で左側が大粒みたいな。かわいい。こっちが大粒で、こっちが小粒。小粒の方がすごい多いね。小粒の方が濃いよね。なんか大粒は本当なんか大胆なキラキラみたいな。すごいキラキラ。小粒はなんかもうちっちゃいからこそなんか色味がついてて、ね、いっぱい乗っちゃってる感じ。めっちゃキラキラになるね。だよね、はい、めっちゃキラキラになります。すごい。ラストはアイシャドウパレットですね、はい、なんかバビメロだっけ。うん、バビメロ。バビメロってなんか大きいパレットはよく見るけど、なんかこのサイズバレンタインボックスミニだって。あ、それバレンタインボックスミニって言うんだ、うん、開けます。あ、テープ剥がしてなかった。テープ剥がしてなかった。すごいね。はい、ということで、じゃじゃん。おお、あ、かわいい。シンプルなんだね。かわいい、めちゃめちゃかわいい。なんか売り場にあるとあんまりパッと見えないけど、こうやって1個だけ見るとシンプルなんだ。え、めちゃくちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い、これ。やっぱで、中見せましょう、うん、おお。あ、ママが映っちゃ う。こんな感じで。え、可愛くない？これめちゃくちゃ可愛い、うん、可愛い。だね、だね、うん。この色合いも可愛くない？しほちゃんの好きなピンク系だね。
だよね、ほんとピン、うん、ピンク系好きで。ピンク系でちょっと落ち着いた色が入ってるから、うん、やっぱ秋冬にかけていいね、うん、うん、茶色も落ち着いた感じの色でいいんじゃないでしょうか、ね、はい、今度ね、じゃあ使ってみましょう。はい、ということでね、これでもう目完成だよね。ん？これでもう目完成だよね。おめめ一式セットになっちゃったね。おめめ一式セット。はい、ということで今回はね、雑貨屋さんの3分間チャレンジ、 3分間チャレンジをしてみました。ということで、おめめ一式セットが買えて私はとっても満足なんですけど、皆さんちょっとメイクだけじゃねつまんなかったかなって反省してます。今度文房具とか雑貨とかそういうのも見ればよかったなって。あの店ね、すごい文房具とかもそうなんですよ、いっぱいあって、うん、いろんなものがあって、はい、本当に雑貨屋さんって感じ、うん、本当雑貨なんですよ、うん、感じだったんだけど、ね、だから、はい、広すぎたね、うん、ちょっと次もしやる時があればぜひ文房具とかもやろうと思います。はい、まあ、次いつ来るでしょうか。ということで、それではバイバーイ。もう一回接続使おう。